まずはエニックスから待望のシリーズ最新作、プレイステーション用ソフトドラゴンクエスト7エデンの戦士たち。ゲストはもちろん堀井雄二さん。今年もいっぱい最新情報を持ってきてくれたぞ。これが V フェス会場で初公開されたパッケージイラストだ。ところでエデンの戦士たちってタイトルとっても気になるね。堀井さんが秘密を少しだけ明かしてくれたぞ。エデンというのはですね、アダムというかいた楽園ですよね。エデンの園、そこから取ってきてるんですけども、こういう風なイメージですね、まあ、ドラゴンクエストの7も小さな本当平和な島から始まると、そこはエデンじゃないかという。でもなんで戦士なのかっていうのを、まあ、主人公がですね、ある謎に気づくわけですね。その謎に気づくことによってですね、冒険が始まっていってしまうという。堀井さんが持ってきてくれた最新のゲーム画面を見てみよう。ちょっと回ってみましょうか。こういうふうに回ってですね、でここに乗っていけたりとかですね、今回壺とかいろんなもの置いてあるんですけどもですね、この下何かあるかなっていうような、もう触れる世界っていうんで、えいっていう引いてですね、まあ自分の位置が分からなくならないようにということで、一旦街の構造が頭に入ってるとすごく歩きやすいんじゃないかという。あの大地の民って言ってですね、世界中を冒険している人たちのテントなんですけども、まあ当然音楽ちょっと聞いてもらえますか。音楽もすごくその何ていうのかな、その街や土地に合わせてですね、今回いろんな曲が入ってます。これが冒険のですね、モンスターが住む塔です。で普通ダンジョンとかトースとかは回らないつもりだったんですけども、結局作ってみると回してるから回してもいいんじゃないかっていうんで、歩いてると当然モンスターが現れます。モンスター来るから、あ、来ましたね。戦闘シーンです。今回モンスターすごく動きますよ。見てると分かるんですけども、結構ねアニメーションもいっぱい入ってるんですけども、それによって時間が長くてたるいっていうこともないようにですね、テンポはすごくよくできてます。そしてとっておきの新システムも紹介してくれたぞ。これがですね、その謎の神殿です。でここの台がありますよね。この台ちょっと近づってみましょう。こうかけらがありますよね。こういう石板がですね、世界中の至る所に落ちてるんですよ。落ちているのを集めてですね、どれをどこに当てはめるかっていうんでこう組んでいくとですね、ある地形が現れてきます。でこれが完成するとこの場所に実は行けるわけです。ワクワクしちゃう情報だ。今からプレイするのが待ち遠しい。自分がボタンを押して冒険しないと何にも始まらないんだけど、一旦その自分からやろうっていうといろんなことが起こるし、その分難しいかもしれないけどすごく楽しいと思うんですよ。でそういうふうなあの楽しみ方をすごくしてもらいたいと思います。